どうも赤崎赤星赤星赤星マシマシ TV このパターンで、ラーメン二郎冠者神谷原店、はい、よろしくお願いします。はい、今回僕なんですけども、はい、僕は二郎混ぜそば行かせていただきましたね。720円でセットでニンニクとネギがついてます。いただきますということで、スピーディーでねで、麺から引き上げていきますけども、はい、こちらデフォルトでやや固めの太丸つるつる麺ということで、なんかそうですね、なんかいわゆる、はい、なんか汁なしの二郎というよりもやっぱ油そばって感じですね。なるほど、はい、やっぱ天地返しは必須かなということで、ひっくり返していきましょうということで、はい、いただきます。うまいうまい。なんか、うん、何かに追われてるんですか。いや違います、思いのほかね、早いでスピーディーなんで今回ね、はい、でネギをトッピングしてるんですか。はい、ネギ入れまして、でニンニクをね、まんべんなく入れて、はい、全体の強暴度をマックスまで。ネギですけど今入れたの。あ、ニンニクも入れてますね。ニンニクも入れてたの、はい、いつの間にか入れてました。あ、そうなんですね。で、なんか強暴なんですよ、卵の黄身の甘みで、はい、ちょっと緩和していってね、はいはい、バランスよく食べていくということですね。で、チャーシューはブロック肉というか、あ、こちらもね、チャーシューというよりも肉っていう感じで、難しいな、はい、普通のね、やっぱどんと違うところがあるなと。もうラー油までいってる。ラー油もいってますね。忙しいって。で、これでもどんどんかけて、いや、混ぜそばですからね、まあ、もうどん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 味変し放題ですよ。あ、お酢もあるからね。で、お酢で最後にさっぱりと最後さっぱりしていって、お酢の力を借りてペロリといきましょう。で、まあ、容器にもね、まあ、二郎系といつちょっと優しい量なんでね、はいはい、うん、ペロリと言ってから結構長めですけども、そうだね、はい、ペロリがね、はい、ペロリぐらい対面の誰かは、ま、もういいってちょっと長すぎだろ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、駆け抜けすぎだった。あ、ラー油をね、やっぱ入れすぎたからね。アイコンちっちゃなるほどね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、そうですね、ステータスはそうですね。はい、いやー、ありがとうございます。スピード感がある。やっぱ二郎混ぜそばという名前でしたけども、はい、やっぱ混ぜそばの度合いが高い、はいはいはい、混ぜそばに実直な、はいはいはい、丼でしたね。だからそれ言うんだったら動画内で書き捨ててくださいよ。まあ確かにね。まあまあまあ、動画はね、やっぱスピーディーな食べっぷりをね、お伝えしたということで。食べっぷりじゃないんだよ、編集っぷりなんだよ。まあちょっとね、僕は混ぜそばちょっと変わり種っちゃ変わり種でしたけども、あ、確かに、はい、まあそうですね、まあ、この店のやっぱ幅の広さというかね、はい、味わえたんで、逆に今度山梨まで行って、はい、通常の方を食べたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。